地下鉄のヌランジンの駅の近くにあるコッパッコリというところにやってきました。こちらではコッパッという食べ物が食べられる道ということなんですけれども、コッパッとは一体どんな食べ物なのかちょっと行ってみましょう。あー、なんか食べてる人がいますね。なんかあー、わかった、コッパッだからカップに入ったご飯、これ多分正解だと思う。あ、で結構いろいろ、へー、見せよー、いろいろありますね。이건 소장님이 못 가는 거예요? 소장님이 못 가는 거예요? 아, 소장님. 주문하셨잖아요? 삼겹살 껍데기로. 날치알로 해주세요. 날치알로. 날치알로. 저희도 두 개하면 8,000원. ご飯です。で、私はバーベキューチキンに、コーンマヨをトッピングしたんですけど、ちょっとどんな味なのかいただいてみます。わ、中にはご飯とあとじゃがいもとバーベキューチキン、バーベキューチキンが入ってますね。あと卵にチーズにコーンが入ってます。これ結構ね、辛くないかと思いきやピリッと辛いです。辛いけどマヨネーズと海苔の味がして、なんかね、本当に若者の食べ物だなという感じ。うん、あ、これいい。なんか気軽に食べられる屋台フードですね。美味しい。あ、これはいいわ。チーズとマヨネーズとそれからちょっとピリッと辛いコチュジャンの味がして、こう若者の食べ物だなっていう感じですね。
でこの辺りは結構その就職浪人をしている人とか大学の浪人をしている人たちがたくさん住んでる町っていうことで、こういう、こうね、あの若者の食べ物がたくさんあるっていうことです。